新田国林は、日本のフィギュアスケート選手。血液型は、O 型。2015年ガルデナスプリングバイ優勝。2017年ユニバーシアード銀メダル。兵庫県西宮市出身。名古屋市立東港中学校、愛知水穂大学水穂高等学校卒業。2016年4月に同じくスケート選手の宇野昌磨、加藤俊市著祭、磯部ひなの等と共に、 中京大学スポーツ科学部へ入学。2010から11シーズン、全日本ジュニア選手権に、初めて出場し13位となる。2011から12シーズン、同大会で再び13位に終わる。2012から13シーズンより拠点を、名古屋市に移し、長久保博士コーチに指示。全日本ジュニア選手権で5位に入り、初出場となった全日本選手権では10位となる。 ガルデナスプリングズキのジュニアクラスでは2位入賞する。しかし、2013から14シーズンは、全日本ジュニア選手権で9位に終わる。2014から15シーズン、初戦のアジアフィギュア杯のジュニアクラスで3位に入る。初参戦となった、ジュニアグランプリシリーズの JGP クールシュベルに、出場し、エフゲニアメドベージェワに続いて2位に入る。続く、 JGP タリン杯では SP で首位に立つが FS でジャンプのミスが続き総合で4位となる。全日本ジュニア選手権ではショートプログラムで10位と出遅れ総合で8位に終わる。2度目の出場となった全日本選手権では13位で終わる。シーズンの締めくくりとなったガルデナスプリングバイではシニアクラスの国際大会に初めて出場し優勝する。 2015から16シーズン、JGPJ&T バンカーに出場し4位、続く JGP コペルニクススターズでは、トータルスコアでパーソナルベストを更新し3位に入賞する。自身最後の全日本ジュニア選手権では SP で、ノーミスで3位、FS と合わせ4位に入り、これまでの最高位となる。全日本選手権では、国内大会での自己ベストを更新し8位に入る。 プランタンハイでは、ヨシヘルゲソンに続き2位に入る。2016から17シーズン、シニアクラスへの移行を予定していたが、コーチの勧めもあり、ジュニアグランプリシリーズの選考会に参加。JGP サンジェルベでは3位入賞。続く、JGP タリンハイでは4位となる。全日本選手権では SP で16位と出遅れた、ものの FS で追い上げ、11位で終える。 アルマトイで開催された2017年、東ーユニバーシアードのフィギュアスケート女子シングルでは2012年世界選手権、銀メダルはリオナレオノワや2015年世界選手権、金メダルのエリザベータ・トクタミシェワを破り、エレーナ・ラジオノワに続く、銀メダルを獲得した。2017から18シーズン、初戦となった ISU チャレンジャーシリーズのオータムクラシックでは、SP9 位から FP で、 巻き返し6位。西日本学生フィギュアスケート選手権では2位、続く西日本選手権でも2位となる。全日本選手権ではジャンプが抜けるミスもありながら、後半に3回転3回転のコンビネーションジャンプを決め、12位となる。2018から19シーズンは怪我に悩まされ、国際大会初戦として ISU チャレンジャーシリーズのオンドレネペラトロフィーに 出場したもののジャンプのミスが相次ぎ9位に終わる。西日本選手権では7位に入り、全日本選手権出場を果たしたものの SP28 位となりフリー進出を逃してしまう。2019から20シーズン当初は当シーズンをもって現役を引退する意向を表明していた。集大成と決めたラストイヤーのューブロックでは横井は 名やオバただしを抑え初優勝。第13回西日本学生フィギュアスケート選手権でも優勝する。続く西日本選手権ではジャンプが抜けるミスがありながらも2位に入る。周りの皆様へ感謝の気持ちを伝えたいと望んだ。全日本選手権では SP と FS ともにノーミスの演技をし、過去最高順位である7位となる。その直後に足を骨折し、 約2ヶ月間合ルに乗れない期間があったものの、その間に現役を続行することを決意し、ゲスト出演した、妙房 ONICE 終演後に引退を撤回。次シーズン以降も競技を続行すると発表した。2020から21シーズン、JOC オリンピック強化選手に選出される。アクセルを除く5種類のトリプルジャンプをジャンプ構成に入れている。得意としているコンビネーションは、 三回転トゥーループマイナス三回転トゥーループとに回転アクセルマイナス三回転トゥーループ。他にもに回転アクセルオイラーマイナス三回転。サルコー三回転ルッツマイナス三回転トゥーループや三回転フリップマイナス三回転トゥーループも成功させている。練習では三回転ルッツマイナス三回転ループや三回転アクセルを着氷させている。フィギュアスケート 今期の飛躍が期待されるシニア女子選手、前編、ニッタ国林笑顔で全日本ラスト演技、200点、上げてもいいかな自己最高7位も、引退の意思揺るがず、中部フィギュア女王のニッタ国林が、引退撤回、現役続行を決意いたしました足の骨折で、心境に変化かフリーに進出できず、ありがとうございます。